さんおはようございます。あいにく雨になりましたけれども、その上またコロナもですね、感染がなかなか止まない、なんか鬱陶しい感じがいたしますが、まあ、中国の生命説っていうのはなんかいろんな木が花を咲かせて、木が清らかになると、雪地とかこんなやすいですよ。その、しわ寄せが日本にも来てるようでございます。私は日本にとって一番大事な国は中国だと信じております。これは私だけでなくて皆さんもそうだと思います。アメリカと中国が難しくなればなるほどですね、中国と日本が2つのコロナと中にコロナの毎年この洋風に対するその感謝の気持ちを込めて、今日は親民ですね、今会長はちょっと言われましたけれども、我々中国人にとっては親民というのは先祖に対する感謝のためにお墓参りをする日でございます。今は全国ですね、北海道から横浜中国人墓地があります。そこに、まあ、第一作業の人たちがですね、先祖に供養するためにお墓参りを今日はしていると思います。日本の人たちの話とはちょっと違いますが、今日は中国国内ではお盆という形で休みを取っている企業もたくさんあります。今日は皆さんが日本に帰られて、そして、中国で育てられた両方に対する感謝の日をここに存在されておりますが、全国でも珍しい、日でございます。今会長が言いましたように、中国は隣同士でございます。私は2世でございますが、中国の人たちは昔は同士ですので、やっぱりお互いに仮想鉄骨というような形を取らないで、隣の危機だと思ってですね、今後も付き合っていただきたいなということに願いをしております。まあ、そういう中で皆さんがこういう養父母の記念碑を建てられて、遠く亡くなられた養父母の人たちに対する感謝の気持ちをですね、毎年こういうことをされていることについて非常に感銘深いところがございます。今日は皆さんと一緒にですね、このことも私は領事館を通じまして、大使館の方を通じて、ほら、リネプ、日本人。一礼お願いいたします。あげます。